になってしまいますか？ちょっと素朴な質問。前髪が変。半身。横にならんの？じゃあ縦に、インスタライブは絶対的に立てないんやな。オッケー。分かった。まあでも一応縦やから、今。それで、オッケーって。カメラが上すぎて。横にやってみたらな。確かに縦のまんまや。待って。カメラの位置が高いんだ。低くした。イエーイ、こんばんは。久しぶりのインスタライブです。インスタライブは前に初めに、なんかやったのはいつぶり、何ヶ月ぶりぐらいにやりました。そう、なんかその前はやってなかったので、久しぶりにやりました。インスタライブ、イエーイ。いや、インスタライブね、どうやってすんのか最初忘れちゃって、50分からやりますって言ったんですけど、あ、これどうやってインスタライブするんだっけってなって、で結局 わからんままこうやんじゃったら、やり方が分かった。インスタライブまだね、今回で、ね、2回目しかしたことなくて、前回は1回やったことがあるんですけど、なんかよくわからんかった。あんましないんでね、私インスタライブ。どっちかっていうとショールームは毎日してるんですけど、インスタライブは全然やらないので、久しぶりにインスタライブをやってみました。インスタライブね、なんで後ろの文字が反転なんですか？え、わからん。なんで反転になってるんですか？それはなんか反転になる方法とかがあるからですか？なんで逆に見えるんですか？え、反転になる理由は？なんでですか？え、でも外カメだったらさ、みんなのコメント見えんけんさ、外カメはできない。あ、インカメやけん、普通に鏡に映っちゃうってことか。ああ、それはちょっとどうすることもできん気がする。なんで、うち、仮面になる、まあ、うちか、ん？でも、うちカメじゃないとできないですよね。謎だ、謎だ。そう、このあとね、また21時半からはショールームの方するんですけど、なんかショールームした後にインスタライブしようかなと思ったんですけど、そしたら夜がめっちゃ遅くなるんですよね。なんでそれだったら先にインスタライブしてショールームしようかなと思って、先にインスタライブしました。そう、先にやっとこうと思って。ね、あんま遅くなるとさ、みんな眠いっしょ？でもインスタライブってあれですよね、12時超えてもできるんでしたっけ？インスタライブは、12時超えてもできるけど、ショールームはできないんですよね。合ってんのかな、これで。
すごい英語がめちゃめちゃ流れてくるんですけど、インスタライブってあれですよね、なんか世界みんなが見えるけん、あの英語が多いっていうのはもともと聞いてたんですけど、英語が多いですね。英語とか韓国語とかが多いって聞いてたんですけど、ちょっとね読めないな、英語難しい。むは無理、読めません。しかもなんか絵文字だけ送れるっていう、そういう機能もあるんですね。ちょっとアホ毛がすごいって言われた。まあアホ毛すごいけど、私のアホ毛元気なんでもうダメですね。そうそうそう、アホ毛元気だからもうこれ仕方ない。髪が今一生懸命入ってるんです。すごい、何語だろう、なんかすごい言葉が。いや久しぶりのインスタライブ、何話していいか全然分からん。インスタライブってみんな何喋ってるんですか？インスタライブって何喋るんですか？むしろインスタライブって何喋ったらいいか全然わからん。何喋、あ、ユリナって、え、リオナちゃん？すごいね、リオナちゃん。リオナちゃん？かと思ったんですけど、え、すごいリオナちゃん。かと思った。How are you? How are you? やって。I'm fine, thank you. いや、普通に元気なんで、あ、リオナだよーだって。やっぱりリオナちゃんだ。イエーイ。リオナちゃんの動画見たよ、私。Twitter とインスタ載せてるやつ。めっちゃね、リオナちゃんのダンス好きやけん、もうね、最高に良かった。最高に良かったっていうお話。このハートって何ですか？このハートって何ですか？ハートって何、これの、このハート。あ、りょうなちゃんがありがとうだって。いいえ。謎な答えしかないぞ。まあいいや、うん、ありがとうってことにしとく。うん、ありがとうってことにしときます。ね、てかさ、今日も寒かったですか？一日寒かったですか？今日はね、私外に一歩も出てないんで、あのちょっとどうだったか気温は分からないです。寒いことはまあ寒そうだったなと思って。そう、なんかすごい香川とかね、雪降ってるところは降ってね、積もってるんですよ。びっくりじゃない？香川県って雪とか雨が降らんのですよ、あんまり。で、なんか、あ、自己紹介しようかな。自己紹介しようかな。ちょっと、じゃあ行きます。
己紹介しますね。いきますよ。はい、香川県から来ました。あ、間違えた間違えた。どういう自己紹介、あ、普通にしたらいいのか。はい、 AKB48 チームメイト香川県代表の仰天結菜18歳です。あと1ヶ月とちょっとで19歳になります。だから来年成人式です。私は1999年生まれの3月14日生まれです。ホワイトデー、ホワイトデーに生まれました。本当はおひなさんに生まれる予定だったの、ひな祭りに生まれる予定だったんですけど、なんかひなま、ちょっと長くお母さんのお腹の中に過ぎたって感じ。Where are you from? I'm from Japan! わかっとるか。I'm from 香川です。I'm from 香川。My name is ゆりな経典。こんにちは。あ、インドネシアやって、インドネシアの人なんですね。あとなんかよく読めない英語が多すぎて、ちょっと英語がわからんけんな。あとなんか顔文字だけで送ってきてくれる人とかおる。すごい。なんなん、顔文字だけでとかできんねんやな。やったことないけん、わからん。難しい。インスタライブってそういうとこが難しいね。そうそうそう。じゃあさ、ちょっとだけね、告知するわ。あのね、ゆりのツイッター始めたんですよ。ツイッターを始めて、ツイッターのアカウントが、アットマーク、てんてん、アンダーバー、ゆりなっていうアカウントなんですけど、これ通じてるんですかね日本語で言ってるんですけど。なので皆さんよかったらフォローよろしくお願いします。ツイッター始めました。普通に仰天になって調べたら出てくると思うんですけど、てんてんアンダーバーゆりなっていうアカウントでやってるので、よかったらフォローよろしくお願いします。インスタもやってます。あ、インスタやってるけ、インスタライブやってるんですけど、あと週刊少年マガジンさんとチームメイトのコラボで表紙と関東グラビアが飾れるやつがあるんですけど、まずエリア予選があって、そのエリア予選が、あの今は中部エリアがやってるんですけど、私たちは2月21日から27日間なんですけど、皆さんよかったら私に投票して、私を1位にして表紙にしてください。よろしくお願いします。イエーイするようだった。ありがとう。もう今回は自分でも、え、自分で、あ、なんかなかなかマガジンをさ買うっていう勇気がな、なかなかちょっとないな。雑誌とかは買ったことあるんですけど、マガジンとかそういうのはいつもだいたいこうパパに買ってきてもらうんですよ。なかなか買いづらくないですか、女性の人って。なんか握手会でも、あのそう言ってた、なんかあの投票するねって言ってたんです。ちょっと女性でね買うのなかなか勇気いるなって言ってたんですよ、そのファンの方も。まあ確かにと思って、ちょっと頑張って
自分買ってくるわ。自分の投票期間になったら。え、恥ずかしいな、こいつどんだけ買うねんと思われそう。な、思われそうじゃん。な、こいつどんだけ買うのって思われちゃいそう。な、思われそうやな、めっちゃ。こうやって両手にいっぱいこうやってマガジン下げて。やばい、知り合いに見られたらさ、え、ユリナ、どうしたってなりそう。もう今回は、本気で、表紙狙ってるんで、いつもだと自分に、自分で投票しないんですよ、恥ずかしくて。なんかあんまりしないんですけど、親とかは、総選挙とかね、私に投票してくれるんですけど、自分で勝って自分で投票するっていうことしたことなくて、でも今回はガチで取りに行きたいので、ちょっと自分でも多分ね、ママたちも買ってはくれると思うんですけど、自分でね、自分のお金で買いたいなって思ってます。そうだからめっちゃ本気なんですよ今回。そう、何冊買えばいいのかななんて、それはもうあなたの私に対する気持ち分買ってくだされば嬉しいです。うちも何冊買ったら勝てると思う？でもな、そんなにな、余裕ないからお金にそんなに買えへんけど、もう一生懸命買いたいと思います。そう、でもあれでもできるんですよ、携帯の端末でマガポケっていうのがあって、そのマガポケが1端末1票なんですけど、そっちでもなんていうんですか、グラビア公開してるし、それでも投票があって、それプラスマガジンの買ったハガキで応募したやつで1位を決めるんですけど、1端末1つなんですよ。ですかね、有料のやつは150ポイントで見れるらしい。150ポイントだっけ、何ポイントだっけ、忘れちゃった。1500？ 忘れちゃったんですけど、まあ、そのぐらいでした。そう、ハガキも買わんとね、うちもハガキないわ。ハガキ買わんと、ハガキも買わんといかんし、切っても買わんといかんな。150ポイントで合ってます？あ、よかった。合ってたわ、自分の言ったらこの。インスタライブって何分ぐらいしたらいい感じですか？なんかもうそろそろいい感じかなって思ってるんですけど。私何分、今、20分ぐらいしか、もうちょっと。あと10分ぐらいしたら、あ、どうしようかな、もうこのままショールームやろうかな。あ、でも言っちゃったな、21時半からって。ちょっと早すぎるかな、今の時間19時14分って、ちょっと早いかな。どうしよう、こら迷った。21時半まで多分な、待っちょったらな、眠くなってくる、眠たくなっちゃうんでね。どうしようかな。今ショールーム誰がやってるかとかにもよりますな。
まあかといって何もすることないんですけど、うん、すごいチューリップがいっぱい。そんなに、でも何、もう眠いんな、実はめちゃめちゃ眠いんよ私今。そうやからもうさっさとやりたいなと思って。そうなんか寝起きやったら私すごい脳みそ動かないんで何も喋れんくなっちゃうんで、だから今起きてる間にやろうかなと思って。だって9時半まであとさ2時間もありますよ。2時間何するのって感じ。何しようか。じゃあ昨日全然寝れんかったんですよね。そうそうそう、昨日ね、めっちゃ遅い時間まで起きてたんですよ。そしたら朝めちゃめちゃ遅い時間に起きちゃった。うん、でもめっちゃしっかり寝たんですけど、なんていうん、すごいね、超遅い時間に寝ちゃった。てん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 、振り向くない、そうそうそう、昼寝したのだってしてないよ全然ね。昼寝最近してない。最近ね昼寝全然してないなって自分で思います。あんなに昼寝しとったのに急に昼寝しなくなりました。そう賢くなったやろ。賢くなったってか、もともとそんな疲れることをしなくなっただけなんですよ。昼寝してた頃は本当になんか忙しくて疲れて寝ちゃってたんですけど、今はそんなにね、すごいあれっていうものがないので、今はイベントがあるんですけど、2月18日に大分のツアーがあるんですよ。で私大分のツアーお手伝いなんですよね。そうだから別にもうねお手伝いなんでレッスンも受けちゃったんで、もう大分ツアーのやることはないんですけど、そうそうそう、大分ツアー来てくれる方いますか。この中に大分ツアーねあるんですけど、当たったよっていう方、じゃあ大分ね出れるとめちゃめちゃ思ってたんですけど、ちょっとお手伝いメンバーだったので、お手伝いメンバーらしく頑張りたいと思います。やっぱねお手伝いメンバーってすごいね踊りたくなっちゃう、もうやりたいって思っちゃう、コンサート、出たい出たいって思っちゃうんですよね。そう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 、すごいね今は特に何にも、あでも2月12日に会いたかった公演があるんですけど、それに私出させていただいて、出させていただくので、それのねあれも振り起こしをね、久しぶりの会いたかった公演なので振り起こしをねしないとなと思ってるんですけど、振り起こしをしたいと思います。今日は特に何も用事がなかったので、ひたすらお家のお掃除をしてました。そう今日はねお家のお掃除をしてたんですけど、なんかでもね お部屋に、そうだから明日はダンスの日って決めました。明日は
ダンスの練習するんです。2月12日に会いたかった公演があるので、それに向けての久しぶりなので、それの復習をするために明日はダンスの日で、今日はあのお部屋のお掃除って言っても全然な、起きたのがお昼ぐらいやったけん全然あの特に何もできてないんですけど、さあけど一応やったでも一番やりたかったことができなかったっていう感じなんですけど、そうじゃあさ、ちょっともう、もうそろそろ終了にしようかな。インスタライブ久しぶりにやったんですけど、またじゃあさ、結局ショールーム何時からするかはあのツイッターに書きますんで、そちらの方をお待ちください。じゃあ告知したいと思います。そうですね、さっきも言ったんですけど、ツイッターを始めました。アカウントはアットマーク点点アンダーバーユリナでやってますんで、よかったらフォローの方よろしくお願いします。まあね、8000ちょびっとなんですけど、目指して1万人目指してます。あとは